ミクロネシアで使われたアウトリガー付きのブネ、プロアグアムの旗は1948年2月9日に制定された。1917年にアメリカ海軍将校の妻ヘレン・ポールによって考案されたデザインが旗の元になっている。農根の地の四方が細やか色で縁取られ、中央にグアムの紋章が描かれている。地の農根は太平洋を表し、 1948年に追加された赤い縁取りは、スペイン統治時代から第二次世界大戦までに流された地を忘れないようにする意味合いがある。エンブレムは縦に細長いアーモンド型で、中にヤシの木のある浜辺を航行するプロアと呼ばれる伝来の総動線があしらわれ、赤い字でグアムの文字が書かれている。中央の縦型のエンブレムは、島の先住民である。 チャモロ人が使用していた、陶石武器をモチーフにしており、土地と資源の守りを表している。エンブレム内の湾の背後にある白い崖は、プンタンドスアマンテスの断崖で、強い心情と正義を意味している。小舟は、チャモロ人の勇気、ヤシの木はクナに耐えた初期の入植者、台風にも耐えるしなやかさ、異色獣の象徴とされている。旗の長さは、横78インチ。 縦40インチで、四方の赤い円の幅は2インチ、中央のエンブレムは高さ24インチ、幅16インチとされている。ありがとうございます。